礼しました。おはようございます。スーパーファミコン版聖剣伝説2。この BGM こうグッとくるもんがあるよね。操作の仕方が、あれ B で決定マジか。もうあんまりないパティンやね。桃ってどっから来たの？まあ、いや、桃屋にしとくか。桃屋。遥かな昔、マナの力によって進化した文明が地上に栄えていた。やがて人々はマナの力を戦争に利用するようになり、マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだ。B ボタンで決定とか、あ、まあ、B ボタン。ちょっと癖があるのかもしれん。操作方法、これからね。ちょっと他の操作いまいち覚えてないんやけど。要塞と神獣の激しい戦いが世界は炎と毒で包み、地上からはマナが失われていった。その時、聖剣を携えた勇者によって要塞は落とされ、神獣も人々の前から姿を消す。戦争によって文明は失われたが、世界には再び平和が戻った。時は流れ、歴史は繰り返す。ちょっと音量上げてみました。どうでしょうか。あ、こんなんやったな。おい、みんな待ってくれ。主人公はもうちょっとあれな。おい、みんな待ってくれよ。お母屋のクズ、ぼやぼやしてたら見つかって村長にまた怒られるぞ。そうだよ、村の掟じゃここに来ちゃいけないと。センターってもお化けが出るとか。大人たちも幼稚だな。俺たちが怖がって近づかないと思う。でもばあちゃんが昔滝で光り輝くものを見たって、先にすごい宝がある。最初、これもう主人公らしからぬ声質というか、なんというか、ちょっとそこは調整してたのかね。主人公らしい声質とやらを探し求めて、見て、これは登れそうにない。どうしよう。これは登れそうにない。どうしよう。操作、A がダッシュ、違うか。桃屋よ。これもね、ナレーションというか声優的なあれか。村はこっちの方だな。でもこれじゃ通れない。声の調整をまずしていく。桃屋よ、さあ剣を抜く。桃屋よ、さあ剣を抜くのだ。多分このそれぞれのキャラクターの声質を決めるっていうのでね、多分パート20とかいきそうね。あ、まぶしい。桃屋よ、剣を頼んだぞ。男かなこれ。いや待ってよ、聖剣伝説ゲームボーイ版をやったことがあるんやが、まあ、一作目か。どんなやったかな。普通のやったことある気がするんやけどね。多分途中で止まってるよね。当時の俺には難しかったような気がする。どんどん光が消えていく。村に帰ろう。怖いで武器変えたりするのか。なんか下のパーセントが100になるとフルマックスのアタックがぶち込めると。違ったかな。貯めていった方がいい。まあ、連続でこうむしゃむしゃ殴りまくるっていうのが言い訳でもない。左、いや左じゃないのか。間違えた。次倒さんでもいいっちゃいいのかもしれない。倒した方がいいかな。レベルシステムがあるけど、経験値を少しでも集めて、先に登っていくと、先に進んでいく。ちょっと、
あんまり上手くない。おぼう、はめて撃つ。今当たってた。でもなんで回避したんや。俺が回避したんや。俺が回避したんやろうけど、ヒットアンダーウェイを意識してちょっと練習も兼ねて。まずは操作感。18はどうやったら俺レベル上がった。上がった上がったよね今。はい、なんかそこらに宝箱があってみたいな感じじゃなかったかな。おやも、おや桃屋じゃないか。先滝の方の空にすごい光が見えたよ。なだか私は悪い予感がするで、クワバラクワバラ。店に見慣れない男が、店に見慣れない男がいるんだ。なだか目つきが悪くておっかない感じがする。おお桃屋、おお桃屋、無事だったが今僕たちから話を聞いたところだ。ああ一時はどうなるかと思ったぜ。手間かけさせやがってこの当時。だからこんなやつ連れて行くの嫌だったんだけど。バカも、あそこ行ってはならと言っておった。おいただろうか。またこの悪ガキどもか。もしや、あ、ちょ、もしやしや、桃屋、何を持っておる。お前だから。もしかしてお前宝が見つけたのか。なかなかいらしゃんか。ああ、なんということだ。世間が抜かれてしまった。誰にも抜けないと思っていたが、ゲ政権。聞いたことあるよ、ルイタローフラは全滅だって言ってたよ。まさか桃屋が抜いてしまうとは。伊勢瀬や関がこの村を守ってくださいとされている。それが今抜かれてしまった。はっ、若いのだってことをしたんだ。だからもうさがまれ出したんだな。お前みたいな遊ぶのが抜いちまったらおしまいだ。えい、お前なんか、おやめろ、うるせえ、待ちやがれ。こういうなんかね、ここはすごい覚えてる、覚えてるんやが、ここ目つきの悪いおっさんが立っとったってあれか。うわ、バキ、化け物だ。お前剣持ってたらなんとかしろ。任せてくれ。おい、聞こえるか。いいから落ち着いて敵の動きをよく見るか。隙をつけ。はい、つきます。はい、アシットブレス、アウ。これ食らうね、しっかり。おいしょ、おいしょ。これね、はいはいはい、わかりました。あ、ちょっと、おい、隙を、やばい、気は一生失ったままか、俺は。目覚めよ。また気失ってるやん。どうすんの。待ってる、今助けてやる。落ち着いて 100% 力を貯めてやる。であった。ちょっと 100% か。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まず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 、また気失った、気失った。これ俺もしかしたら、気失った。これだったら起き上がるやろね。マジか。これ下手とかじゃないよね、多分。これずるない？たく。いや、チュートリアルで2回やられる男っていう、まさかの。これちょっと幸先思いやられるよね。とはいえ、こっからね。やった。やったーなんやけど、悠長にこう喜んでられへんぐらいのこう今、プレイング好きだったんで、ちょっとね。これ知らねえからな。
その件はどうやら本物の聖剣らしい。大変なことになったよ、どうしよう。世界に危険が迫ったとき勇者が引き抜かれるはずの伝説の聖剣。しかし君はまだ若すぎる。きっと聖剣に何かが起こったんだろう。ここ差し上げます。聖剣は力を失ってしまっている。この剣を蘇らせなければならない。それは剣を抜いた者にしかできない。どうすれば。水の神殿のルカルカ様に聞くといいだろう。200年もこの地を見守り続けてきた。何かいい知恵があるかもしれない。桃屋、そっちが家に帰ってこいってさ。では私は用があるので先に行く。私の名は知恵。神殿で待っている。はい、こっから俺の冒険は始まるわけやな。ちょっと気分。村長、このままほっとくんちゃうな。村長、このままほっとくのか。そうよ、安心できればいつまでモンスターが現れるか。おう、桃屋。困ったことをしてくれた。創世記はこの村の守りが。突然モンスターが現れたのもその剣が抜かれてしまったからかもしれん。そうに決まっておる。この桃屋が村にいればまたモンスターが来るぞい。出ていけ。そうだ、出ていけ。出ていけ。残念だが仕方ない。桃屋よ、この村から出て行ってもらうことにする。地下に宝箱がある。それで装備を揃えていくと良いだろう。50書いてた。やった。お兄ちゃんどっか行くの。行ってらっちゃい。やはりもともとよそ者のお前はこれ以上は私でもかばってやれ。許しておくれ。桃屋よ、お前はもう覚えてないだろうが、お前はまだ幼かった頃この村に母親と共にどこからかやってきた。だがお前の母親はすぐに行方不明になってしまったのだ。私は身寄りのないお前を引き取り今日まで育ててきたが、お別れじゃ。一つか母親に会えるよう祈っているよ。達者でな。おじいちゃんだから村長さんね、やっぱりこう可愛がった、まあ、みんな可愛がってくれたんやけど、やっぱりその聖剣が抜かれたっていう頃ね、事態もう準備はいいのか。もうちょっとお待ちください。なら早く店で支度を整えなさい。それ見ろ、お前が聖剣なんか抜くから出ていけ。ナマステダンスを披露しながらもうちょっと厳しい言葉を浴びせてくるんでね。寂しくなるけど仕方ないわ、だってあんたのせいだもん。でもまあそんなに悪い感じの扱いというか、まあ俺のことを嫌ってはなかったんやろうね。まあ仕方ないと。村長の言いつけだから売ってやるけど、用が済んだらさっさと村から出ていけ。いらっしゃいませ、ご用件は買う。ナマステソードとかないのか。草のつなぎ、バンダナ、天使の聖杯、フィプイクス。何が何かっていうのが今一番わからんのよね。今いる。草のつなぎ、はい。バンダナ、ここら辺は買っていた方がいいんじゃない。ソビーやろ。このフィプイクスとやらが何かっていうのがわからぬ。わからぬが、買っといた方がよかろう。大丈夫です。アーマーはちゃんと装備して使え。分かったらさっさと出てってくれ。どういうこと。アーマーの装備、アーマー、操作癖あるなこれ。オレックスのつなぎボットルやないの。ちょっとこれあんまりこうオプションステータスとか開きたくないな。結構癖ありで難しいというか、早くなれるためには早く触った方がいいかもしれないけど。遅んなりやした。
村長の命令でお前はもう村に入れられない。さあ行きなさい。さあ行きなさい。さあ行きなさい。あら、右大砲や、右大砲や。大砲やったら飛んでいく、遠いとこ飛んでいけるやつよね。なんか花で倒すね。レベルどんぐらい上げるか、今斜めやったな。斜めはちょっと難しいんで、横移動、縦横移動、縦横移動を意識して。ニキータの店へようこそ。ニキータ、ニキータ、ニキータってなんか猫みたいなやつだった気がする。そうや、ね、猫。もう村に戻れんくなった以上、ここでしばらくお世話になると。うはうは止まる。30で高ないか。あ、セーブ攻撃できるね。30 36。我々はパンドーラ王国の魔女討伐隊、妖魔の森の悪い魔女を退治しに行く。ああ、妖魔の森とやらにも行かなあかんわけね。待っていた。さあ行こう、桃屋。桃屋、桃屋、桃屋、桃屋。なんでこんな名前にしたのか謎やけどね。あ、よかろう。ん？ああ、行けると踏めるとこ踏めへんとこあれ。ルカ様はどこに？あの女の子に聞いてみよう。ねえ、君はルカ、君ルカ様は？これは、これ失礼だ。ルカ様、お久しぶりです。おっ、よく来たな。え？え、あ、これ俺か、俺のセリフか。じゃあこの子が200歳のおばあちゃん。ほほ、お主が政権を抜いたか、これは面白い。ほほ、お主が剣を抜いたか、これはおも、ほほ、ほほ。同じことしか言わない。ルカス様、魔王たちが村々を襲い始めております。先ほどもこの少年の前に知っておるわ。水の流れを通して世界中のことが分かるのじゃ。マナーの力が弱まっている。だからその少年の脳に聖剣が抜かれてしまうたのかもしれん。その時この辺りのマナのバランスが崩れ、魔物たちが暴れ始めたんじゃろう。世界には聖剣の力を封じている邪悪なモンスターたちがいるようじゃ。それらを倒せば聖剣の力を回復し、鍛え直すことによりさらなる進化を遂げるじゃろう。先ほどのマンティサントもその一つじゃろう。聖剣の力が少し回復しておるようじゃ。モンスター以外にも剣の進化力を回復する不便があるかもしれん。それを見つけるのじゃ。終わりか、終わりなのか。はい、そろそろ、そろそろ、他には特に、あれね、ジェバよ、ジェバよ、帝国の動きに気をつけるのじゃ。帝国はマナの要塞を狙っておる。マナの要塞、あの世界を滅ぼしたっておとぎ話だ。おとぎ話ではない。本当に要塞はあったのだ。帝国は要塞を蘇らせようとしている。帝国は各地の神殿にあるマナの出身の封印を解こうとしているらしい。この神殿周りにもすでに何もかが要塞されに来ておるようじゃ。パンドラ王国で何やら不穏な動きがあるのです。それと帝国に何か関係がわからぬ。ジェマよ、ここにあい帝国に用心するよう伝えてくるのじゃ。わかりました。では早速、モメ、ガイアのへそと呼ばれる洞窟に向かい、ドワーフの鍛冶屋があるとき、ドワーフたちにその政権を鍛え直してもらったらいいだろう。うん、このマーラのシュシュとやらを何を覚えてる。最後の力を使い果たし、俺を選んだ。なぜ僕を？なぜ僕なんか？なぜ僕なんか？足にもわからぬ。じゃが、抜いてしまった以上、主は世間を蘇らせねばならぬ。任せる。どうする？
お主自身が責任さし勇者となるべく勇気と力を身につけなければならぬ。うん、無理だ。さあ最大のマナを指し聖剣を掲げてみなさい。はい、これでこれで強くなるのか。一体何がマナの趣旨と聖剣が共鳴した。これで世界のどこかにおってもその聖剣には趣旨からのパワーが届くはず。はあ、ブロンズランス、ブロンズランスとやらを聖剣と共に使えば聖剣と同じように進化していく。まあセーブもしときますか。まあ南のパンドラ王国を抜けていくといい。はい、はい、何でしょうか。なんかおるぞ。あ、これはちょっとお待ちください。キーじゃないと操作なれへん。キーじゃない、剣じゃないとあかん。剣使うじゃん。でもでいいかな。あ、草も確かに、ね、枯れへんもんね。マイクの使い分けが必要ということでした。俺はどこ目指してるの。ところで、先にガイアのへそを目指せって話はあったんで、こっちじゃない気もするんや、正直に。押せるんや。ああ、押せるんやね。押して、だ、多いな、この時期。速さでごまかせんのかな。こう速く走れば通り抜けられるみたいな。ほい。カトス村、パンドーラ王国に行けると言ったけど、もしかして、パンドーラ王国は、はい、あ、入れる。ここはパンドーラ王国の城下町。君が来たら通すよ。ジェマ殿から聞いてよ。ジェマ殿、タスマニカ国からいらっしゃったそう。はぁ。あまり町の者とは話さない方がいい。言っておく。てんてんてん。アイテム。キャンディーってやらを使うと100回復するんや。はい、ここで一つ学びました。また面倒なものは置いてねえぞ。クスワギョン、ワイドアリ、ちょっと何号買っといた方がいいね。カンフードギョン、プリティリボン、装備は強い方だ。どの村においてもこう最先端、一番いい装備を用意して臨むっていうのはもうすごく、どういうこと？若い人もなんか喋られへんかったけどな。町外れの古代遺跡に人々が集まったりして、なんだか最近様子がおかしい。おばちゃんも昔はすごく元気だったのに。なんかその古代遺跡にあるんやね。でそこに何かがいて、それを倒すことで能力したと思われるおばあちゃんが元気になるみたいな、そういう話か。お嬢様のお見合いでお城に向かっとると、まあ、王子様と結婚した日にはもうこの家もまあなかなか立派な家ではあるけど、さらに、ね、10ランク20ランクも多いぐらいの、ね、家に住めるやろうね。まあまあまあ、てんてんてん、うるさいわね。まあまあまあ、こっからパンドーラお城ですと、まあ、宝箱とかがさあって、
て、こう各お家を見回っていく必要があったりみたいなのがなかったりするんかな。まあまあ行ってみるか、とりあえずね。様子見。ちなみに俺はセーブしてないので、もしここでやられてしまったら、ふと思ったりもした。あ、脇に小さいドアがあったな。なんかもしかしたら宝箱とかが隠され、いや、っていうの。ここらの人正直話すんでもええんちゃうかと思ったり。知ってる？世界のどこかにマナの木っていう大きな木があるんだって。この国ももうおしまい、魔女に呪われてしまっておる。ああ、孤独リボおしまいだわ。パパのバカ、自分のことは自分で決めるわ。ちょっとどいて。ほう。困ります、ナイルマンだね。一体どういうつもりなんですかな。今回の話はなかったことにしてもらいますぞ。まったくけしからん。困った娘だ。幼い頃に母を亡くし、男で一つで育てたせいか、わがままになってしまった。母がいないためずっと辛かっただろうから、結婚するときは楽をさせてやりたい。そう思って貴族の家と縁談を進めてきたのに、兵士なんぞに惚れよ。兵士なんぞに惚れよって。まったく困った娘じゃ。もう俺は何をすればいいや。とにかくまずね。桃屋、お前もこの国、違う、来たか桃屋、お前もこの国の様子を見てきただろう。魔女エリニースが何のためかは分からぬが、町の人々の正気を抜いている。魔女に正気を抜かれた人々は町の南の遺跡に出入りしている。私は遺跡に潜入し調べてみようと。お前は急いで。じゃあお前はガイアのへそ、急げ。ガイアのへそ、どこじゃ、どこじゃとか、王様のね、なんか映ってしまってるかも。どこじゃ、どこや、どこかな。ちょっと主人公の口調というかね、なるべく主人公っぽい口調にしていきたい。ワンパン、こっちかな。グフイらしい、どこでも50力。おガイアのへそあるやん。あ、こんなんやったんやけど、ただ俺も行ってしまっていいのかな。マップの広さ、これなんとなくわかるっていう。おーガイアのへそ42。 BB のクリティカル。よしよしよし、広いさ、思った以上に。ほー、下に穴があったんで、滝のとこに穴があったんで、いやこれ結構大変かもな。まずい、ちょっと はめた。ここじゃないよね。上がったら、起き上がったら。まずいな。ここじゃないよな。ちょっと早いよな。ここや。よしよし、レベル上がった。お、穴は2つある。こっちから行ける。定番つうか、ここになんかおるな。おるってことは、あれ、なんか道具とか、宿屋とか、提供してくれた。さっきに聞いたやろ。つまりはこっちや。あ、間違えた。100%。はい。よいしょ。結構強いな。寝てるな。いびきみたいな音。バルーン、ボ
っとしてこういう状態以上どれにしても動かれへん。ドッグは動けたんだけど気絶もするしバルーン動かれへんのかなかなか大変。どうなるんだ、これ20じゃ2かちょっとそう武器の性能というか多分性能それぞれで横に振ったりとかさ縦に伸びたりとかあると思う。あれ、あ、これか、終わろてんな。ヒットアンドアウェイ解説したか。例えばこれヒットアンドアウェイに限界がある。出口まで追い込まれたらまずい。そこまで2体削る。入らないと回避率が高いってことか。そういうことか。ここは無視して先に進んでいこう。レベル上げた方がいいか。どこなの。そんなに強くない感じやな。宝箱とかさ、オリオン。どういうこと？そういうのもね、必ずしも、助けになってくれるアイテムが出てくるとは限らない。爆弾、10ダメージ。なかなかハードではあるかもしれない。こういうコウモリとかさ、別に、なんつうのかな、普通に100溜まってなくてもダメージは入るんで。それが一番いいっぽいね。100溜まってから叩くが一番。これなんか次に続きそうな感じな。開いた。ちょっと、はまった。ちょっと。遠い。よし、じゃあ。なんかが開いたな。HP がちょっと、低い気がするやん。だいぶ削られてるよね。一体むちゃくちゃな数みたいな戦いは飽きひんのかもしれんけど。もうほら、3を、1対3やん。寝てるうちに。ここでこいつでレベル上げするっていう、そういうことか。分裂に変えるな。倒しきれへんもんな、全然。この動くた、ああ、
そういうこと。魔法のロープ。はっ、ああ上の階に登れるんだ。まずいぞ、このスライムはまずい。耐えれば壊れるかってする。あいた、確定毒ダメしか言った。確定毒もらう感じか。あいた、やっぱ死んだ。よしよしよし。で、これ俺どこに行ける？下か。ああ、なるほどね。HP がまずい。普通にやられそう。下を行くいけないのか。ここが今ガイアのへそやと思うんだよ。そらく登られへん。でここにボタンがある。このボタンが何かっていうよく分からへんけど、取り寄っちゃうとか。じゃあ下からん？あ、ここね。ここよりずっと地底の方で音がするんだ。誰かが穴でも掘ってみたりか。ここはドワーフの村だ。ドワーフの村。あれであんた地上からやってきたんだか。この前様子の車は地上から逃せてきた、来たみたいだで。偽物小屋にいるぜ。偽物小屋、宿屋。で、一泊15ルップ。泊まったらさ、セーブもできるのかな。別なのかな。もう一回泊まってみるか。どういうシステムかっていうのはいまいちまだ分からへんので。よしよしよし、ここでセーブをすると。レベル俺は多分7。雨がちょっと足りひんことないんやろうけどね。もしもしかしたら雨持っていた方がいいのかもしれない。てん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 。これ火事や。これはひどい。放っておくと折れちゃう。100リップお願いしようか。鍛え上げられるじゃん。鍛え上げてくれるのかな。でもそうなの。できんの。目のハンマーが光り出した。ほーん、これでちょっと強くなったかな俺の聖剣が。アイテム屋さん657億ってめちゃくちゃ持ったね。もう何個か持っといた方がいいんじゃないかな。それ以上持てやせんぜ、兄貴。ラビの投資。まあ、こんなんは、ね、どんどん買ってしまって、
よくてちびっころ独裁の直球金なんか別に一戦なんかエルボパッド、まあ果たしているのかっていうか、Y がキャンセルな、これちょっと強くなってるね。ヘッドギア点々っていうのは装備できるんだけどな、なんかまあいろいろ装備できなさそうなのがモテる数って結構もしかして限られてるのかもしれない。魔法のロープ。あ、これ売れへんのか。草のつなぎ。じゃ川のつなぎ。つなぎはいらんのかな。どうなの、最初のスロット、最初のボールっぽいんで、まあ、いらない、いらねえのかなと思います。テテ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 テ、はい、いらっしゃい、ドワーフ村名物の見せ物小屋へようこそ。56、あ、見てみるか。妖精がどうだって話もしてたんで、まずは世にも不思議なラビ男。ラビとラビ、ラビとここでラビ男。え、バカにすんの、さすがお客さん、お目が超えている。それでは、正真正銘、なんと珍しい妖精の子供。しくしく。はぁ、優しいお兄様、僕を助けてくださいませ。さあ、大変なお立ち、聞くも涙、語るも涙、涙涙涙、悲しい話、この国は返さなければいけないお金が5万ルク。こうしただけ少しずつ返しているというわけ。さあ、ここで優しいお客さん、100ルクだけでもいいから、まあ、100ルクね、100ルクやったら大丈夫よ。いい、サンキュー、もらい、なんだよ、さっさと帰んな。この野郎、やりやがったな。反省させよう。教育の時間やね。変動だよ、おいらの演技力、あいつ結構涙ぐんでた。何もしの話か、多分なかなかね、もんだったじゃろう、ふふふろい商売じゃん。今の記事と許してください。この子は本当に妖精の子供。妖精の森に住んでたらしいのだが、洪水に飲まれてここまで流されてきた森に帰るための旅費を稼いでやろうと思ったのについ、この子のアイディアで。へへん、おやと才能あるんだな。これでも、これでも言うてへんか。これお前も伸びせんか。悪かったな。面目なお金をお返しします。なんか100に加えて50も返ってきたな。見物料返ってきたのかな。最初に申し訳ない、悪かったな。もうバレてしまったら返そうと。これバレへんかった分だけで稼いでいくっていう、さすが。これこそ正しい、正しいチョロの価値とか、正しい偽物のやり方かもしれない。何かが来る。ちょっと待った、これ待ったってよ。ノーノーノー、6ダメージ、なかなか強いっていう。中入っていかなかったのかな。中入られへん。ほい、強い強い強い。嘘やろ。あ、そういうことか。鶴を届くんか、これ。あ、横か。こういうことに、避けつつね、避けつつ、かぼちゃ、かぼちゃ避けつつ入れて。なるほどな。あと、これ食らうのはしょうがないのかな。なんかうまいこと避けられる方法とかありそうだな。
さに避けきらんで。どうでもいい。まあ、1もらい1与えみたいな感じ。いいのかな、1もらい1与え、1与えの精神。まあ、全然回復すりゃいいんだけどね。まあ余裕はあるっちゃあるけどね。40なら2回ぐらいもらって全然大丈夫。1回、ここやな。あれ、爆発避けりゃいいのか、あれ。爆発、そしたら反対。右に落ちて爆発したら反対。まあまあまあ、ハイファルなんかいいかな、いいかな、いいんやけど、これがやっぱりいいのかな。今の上で受け継いだな。よし、ちょっとギリもら、ギリ爆発する距離でも届かなかった。どうなんだ、あ、そうやな。やったやった、これで槍のパワーがアップ。ほーん、ありがとうございました。こいつが出しゃばらなきゃオイラが退治したのに、これ申し訳ない。この子が流されてきた時のショックや名前の変え方も忘れてしまったよ。そのせいかすぐに憎まれて血を叩くよ。本当は素直な子なんじゃが、まあ、そのうちなんとかなるでしょう。気長に行こう。神殿に扮したはずのバドが出てきたということは、思えていた神殿に入れるかも。神殿の種子の力を授かればお前の記憶も戻るかもしれない。お前一人では無理じゃ。神殿を思えていた間にモンスターだらけになったる。バドを倒したか旅の方、どうかこの子を神殿まで連れてってもらえんかな。バド、チビスケ、この人、この方の言うことを聞くんじゃぞ。ちゃぞ。名前、妖精の名前は、ブブブ、ブブブテ、ブブブテにしよう。ブブブテ、まあまあじゃん。ちなみにこれは永遠のパーティーなんかな、一時的なもんなんか。それによってはブブブってすごい後悔するかもしれない。そう、ブブブての装備をちょっと考えたらいいのかなとか、そういう話にもなるのかな。ラビの装備を選んであげるみたいな。どうやってるんやろ。はい、か。よろしく頼みますじゃ。神殿へは、それすぐそこにできた穴から行けるじゃ。北の妖魔の森の中。はぁ。ポロンの犬。ポロンっていう。失礼しました。ワッツが探しておった。ワッツ、誰ぞ。南から行くといいんやけど、南はまだ塞がれてるから、ワッツって誰、あの北か、あ、聞こえない、聞こえじゃない、鍛冶屋の職人さんか。あ、なるほど。ちょっと多いな、いろいろと覚えるつうかやることが多い。いや俺の、いや、斧を作ってみたんだけどダメみたい。なぜだろう。あれ、そのブーメラン、こいつはひょっとするとちょっとこの斧を持ってみて。やっぱりこのハンマーで鍛えても聖剣と一緒にないとパワーが出ない。ちょ、買っとくか。ほーん、ドン。ここを使えば表からの出入りがずっと楽に。ありがとうございました。お邪魔しました。これどこに繋がるやろうね。あー、なるほど。一応セーブさせてもらおうか。
はい、一応というか、まあ、今日、まあ、タイミングいいぐらいなんで、はい、この感じありがとうございました。お疲れ様でした。